新京州駅は、大韓民国京昌北道京州市幹線遊園、川里にある、韓国鉄道公社京府高速線の駅である。2010年10月28日に完成し、11月1日から本格的な営業を開始した。京州駅を通る中央線と東海線が、路線移設により将来この駅に接続する予定である。地下1階。 地上2階建ての高架駅。プラットフォームは相対式2面6線を有するが、現在は、京府高速線の内側2線のみ使用されている。1日あたり、月から木曜日には37本、金曜日には44本、土日には47本の列車が停車する。1990年6月、京府高速鉄道計画により東手具駅。 京州駅不山駅区間が確定し、候補地として、鋭河、歩行、京州、ウルサンなどが挙げられた。その中で京州は、韓国を代表する歴史的な町、韓国の代表的観光都市としての競争の重要性が明らかになり、近隣の向かい飛軍や慶州、南道地州郡の書面には空港があるのに対し空港がなく、また、 観光都市へのアクセスをより便利にすべきという点が重要視され、路線経由が確定することになった。以来、東南県を代表する駅を京州駅とする方針であったが、ロブゲン政権時代、ウルサン市は広域市との理由で、京府高速鉄道ウルサン駅の実現を強く主張し、建設交通部は2004年に、これを受け入れて、建設計画を変更し、新規にご省益、 金泉亀尾駅、ウルサン駅を追加した。ありがとうございます。